さん、明けましておめでとうございます。いよいよ今年は、未来漫画研究所も軌道に乗り、本格稼働する躍進の年。らしいです。そんなわけで、本年も変わらぬご愛顧で。ゆっくりしていってね。さて、新春の遊びといえばタコ揚げコマ回し羽根付きカルタ遊びと、いろいろありますが、カルタとはもともと国外から伝来した言葉で、カード、を意味するポルトガル語だ、というのはご存知でしょうか？つまり、カルタ遊びとは、新春カードゲーム大会のことだったのですね。そんなわけで今回はカードを、使って物語を作ってみましょう。勘の良い方はお気づきでしょうが、未来漫画研究所第0回でやってた、あれですね。あのタロット占いもどきです。今回は実際に遊べるカードをダウンロードできるようになっていますので、ぜひプリントアウトして、新春の物語の書き初めにご利用ください。さて、今回の内容ですが、もともと、占う相手の未来というストーリーを、でっち上げるためのタロットカードを用いて、キャラクターの過去未来を占えば、ストーリーが自動的にできちゃうんじゃないか？という実験を、やってみようというものです。まず、今回用意したのはタロットの、中ではかなりマイナーな部類の、ルーンカード、を、大塚英二が物語制作用に、簡略化したもの。絵柄がどこかで見たことあるものなことやそもそも、ルーンカードはタロットじゃないとか、細けいことはいいんだよ。各カードには意味深な2文字の、単語が表記されています。これを伏せたまま十字の形に、並べ、表向きにします。この時上下逆さまになっているカードは意味が、逆転し、反対の意味の暗示を、します。このようにタロットは、あなたの現在、過去、近未来、未来を暗示し、さらに、近くあなたを助けてくれる人、あなたの邪魔を、しようとする人をそれぞれ暗示するキーワードを、与えてくれる占いです。とりあえずこれで、主人公の現在、過去、未来、そして物語の結末が、意味深な言葉で暗示されますね。それぞれの暗示から、連想するストーリー展開を、考えていけば良いわけです。例えば、主人公の現在が幸運の、逆位置で、過去に理性の逆位置が出ていたとします。この場合、今、主人公は大変な不運に、見舞われていて、その原因は、今朝、曲がり角でぶつかったトースと加えたわがままで、理性的でない女のせいだ、とか、そういう物語が作れるわけです。暗示が意味深だからといって、シリアスな内容にする必要もないです。自由な発想で物語を、作りましょう。さてここで、キャラクターが足りないと気がついた人は、優秀ですね。前回覚えたグレマスの行為者モデルでは、主人公、援助者、敵対者の他に、依頼者、対象者、受け手、が必要になります。ですので物語を作る際には、3枚のカードを追加しましょう。では、多重人格探偵最古初期の、キャラと設定を使って実際に、物語を作ってみましょう。ある日、刑事山宮和彦は妻を、殺され妊娠していた彼女の、体内にいた子供は犯人に、連れ去られる。天宮和彦は実は謎の、組織が作り出した西園真嗣という探偵の、クローンで。天宮は科捜研のプロファイラー磯野町から犯人は警察の、内部にいると伝えられる。プロファイルされた犯人は同僚、笹山徹であった。町は天宮に笹山を告発すべきだと言い、天宮の捜査がスタート。しかし、天宮の捜査は上層部からの圧力で潰され天宮自身が拘束される。天宮が拘束されると、学祖会病院で寝ていた西園真嗣が、覚醒、二人の意識はシンクロし、西園が代わりに捜査を開始。真犯人は妊娠中絶に、反対するカルト教団を隠れ蓑にしていた。クローンである天宮を作ったのもこのグループだった。町もグループのメンバーで笹山は陥れられただけである。西園は真相を暴くが町に殺される。しかし天宮の脳内には西園の人格は残ったままで、天宮は警視庁を去り、多重人格探偵天宮和彦が生まれたとさ、めでたしめでたし。と、このような展開。
意外にもそれっぽい内容ができたりします。ぶっちゃけ、知恵、というカード一つにしても、賢者、とか、頭のいいペテン師、とか、知恵の実を食べたアダム、とか、何とでもこじつけれるのでうまいことこじつけながら物語を、作ってみてください。また、予想だにしなかったカードが、出る偶然性こそが、このワークショップの面白いところです。それこそまさに、読者はもちろん、作者さえも予想できない意外性を、生み出すかもしれないのです。その辺は、ぜひ実践してみて、体感してみてください。それではまた。